ヤッホー、ユナユナです。今回は AR のイベントに来ております。イエーイ。今回はエイブさんのリビール祭りのイベントに来ております。実はこの間サムライ GG さんと出雲さんの AR イベントに参加してめっちゃ面白かったんですよ。なんかまたイベントあったら教えてくださいって言ったら、この AR のイベントに参加させていただくことになりました。ありがとうございます。ということで本日は渋谷が舞台となっております。この間と違うのは謎解きじゃなくて次のチェックポイントがどこにあるかわかんないような AR イベントになってるそうです。早速 AR イベントやっていきましょう。それじゃあレッツゴー。はい、今回はエイブさんの AR イベントということで、まあ、そもそもこのエイブを知らない方もいるかと思うんですけども、エイブっていうのはクマに扮装した宇宙人がキャラクターになってる NFT プロジェクトになってます。で、今回はリビール祭りっていうことで、今日はみんなでリビールを迎えようっていうホルダー向けのイベントになってます。ということで、どこにチェックポイントがあるかっていうのは最初の一つしか知らされてないんですね。まずはそこに向かっていこうと思います。よし、はい、それじゃあ出雲の AR を開くぞ。これはこの間もお話しした出雲 AR のアプリになってます。はい、こんな感じでチェックポイントが書いてあるので、まずここに向かっていこうと思います。よし、やるぞ。どこにあるんだろう。あります。見てください、エイブちゃん発見しました。AR トレジャーハントへようこそ。渋谷のロックに隠されたお宝を探し当てよう。クリアしたプレイヤーには抽選で豪華商品、豪華景品をプレゼント。次のチェックポイントのヒントが隠されているのでそれ読んでいきます。ヒント1、渋谷のシンボルとなっている3桁の数字の施設で歩いていく姿を目的。あ、これエイブのキャラクターが教えてくれるんだ。なるほどね。それじゃあ早速ヒントを解いていこうと思うんですけど、渋谷のシンボル、3桁の数字の施設って言ったら、まあそこしかないですよね。渋谷109。早速行ってみたいと思います。レッツゴー。109に向かっていきます。見えてきました、109。うおー、出てきた出てきた。急に出てきました、エイブちゃん。え、ちょっともうちょっと近づいてみます。あれ、待って、あそこにももう一個ある。あれはなんかさらに飛んでる、多分おまけかな。あった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 、じゃじゃーん、黄色いエイブちゃんと違います。天下一致、美味しいと噂のラーメン屋の匂いにつられて歩いていった。え、これ絶対天下一品しかないよね。ちょっと Google で、 Google 先生に聞きます。エイブちゃんの好みは天下一品だったんですね。天下一品、よい。あ、近い。エイブちゃんを探しに行きたいと思います。レッツゴー。ここを曲がったら天下一品っぽいです。え、美味しそう、チーズハットグ。あ、あ、違う、これは神倉、違うラーメン屋さんですね。あ、かま、え、かむ、かむく、え、かむくら。すいません、ちょっとラーメンあんまり詳しくなくて。私、昔食べた仙台のラーメン屋さんの炙りチャーシューがほんと好きだ。あ、あった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 。ありましたー。天下一品。食べたことないけど。お、早速ありました。ドーナッツエイブ、レベル55です。高くない？55って近っ、ちょっと待って、いつも近いって。今回のヒントは、焼肉の匂いに釣られて歩いていくのを見た。竜宮城。いや、これ分かっちゃいました。渋谷ね、焼肉屋さんで、まあいっぱいあるんですけど、あるんだけど、竜宮城って思い浮かぶのは宮迫さんの竜宮城。ちょっと行ってみたいと思います。それでは次のチェックポイントに着きました。竜宮城です。行きたいと思います。ちょっと待って、竜宮城じゃなくて牛宮城。すいません、間違えちゃいました。牛宮城です、正解は。すいません、 AR 見つけていきたいと思います。
じゃあ早速お店の前をね見ていこうと思います。果たしてここに出てくるんでしょうか。いざ、ドゥン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 、おー、あったー、ドーナツエイブレベル55しか。ヒントは、手がシンボルの何でも置いてあるショッピング施設で見た。手がシンボル？手がシンボルってなんだろう。何でも置いてあるショッピング施設、手がシンボルってなんだろう。なんかそんなのあるっけ。この辺になんかあるかな。カニチャーハン東急ハンズだ行きます。なんかやばくない今の、大丈夫狂ってる人みたい行きます東急ハンズ着きました。どこにいるだろうか。エイブちゃん出てこい。エイブって出てこないな。ちょっとこっち側見てみます。エイブのファウンダーのブンさんにお会いしました。あったー。最後のヒント、渋谷パルコで光り輝くエイブくんを見た、だって。じゃあ最後はどんなエイブちゃん、エイブくんが出てくるのか、渋谷パルコに行ってみたいと思います。レッツゴー。あ、こっちだ。どっちだ。こっち。着きました、パルコ。ということで、エイブリビール祭り最後のチェックポイントがこのパルコだということで、早速この前で出雲 AR かざしていこうと思います。ここにいるでしょう。あ、いたいました。じゃじゃーん、ゴールドのエイブちゃんです。見つけました。あー、面白かった。これ私一人でやってるけど、みんなでやったらもっと面白いな。でもそれこそ今日とかはオフ会でみんなでこのかざして AR イベントやるということで、一人が見つけたら見つけたよとか言って面白そうだなって思いました。じゃあ先ほど道でたまたまお会いしたエイブのファウンダーブンさんにインタビューしていこうと思います。じゃあ最初にエイブってどんなプロジェクトかお伺いしてよろしいでしょうか。エイブはですね、まだ今は NFT っていうプロジェクトなんですけども、この AR を通して、一つのコンテンツとして AR もやっていくんですけども、そこから、アパレルだとかソフビーフィギュアも今作ってますので、そういうアートというのところも攻めていけたらなと思っております。エイブの T シャツとかあったら欲しいです。今回、はい、なんでフォルダー限定のリビール祭りでこの AR のイベントを行ったんですか。NFT だと、データのものだけでなかなかこう会って体験っていうのはできないので、それを突破して、みんなで会って今ゲームをするってところで、オフ会の前にそれを導入したっていう感じですね。実際置いてみていかがでしたか。初めてじゃないので、今回3回目になるので設置も慣れてですね、スムーズにできて、またみんなに楽しんでもらえるかなっていうところで工夫して貼れました。じゃあ最後に、AR 何回か体験してるかと思うんですけど、この AR に対してどんな可能性を持ってますか。そうですね、今はイベントっていう形で体験型なんですけども、これ本当にいろんな可能性を感じてて、いろんなサービスだとかいろんな今までできなかったことっていうのが AR で可能になっていくなっていう、その一つのエンタメとして、このイベントってところでここからいろんな可能性をどんどん広げていきたいっていうところですね。確かに今後いろんな使い方ができそうだなって思いますよね。ありがとうございます。はい、ということでエイブのリビール祭り AR イベントを体験してきました。いやー、今回もめっちゃ面白かったです。なんかこう何もない空間にこう携帯が立つとね、急に AR がドドンって出てくるから、もうこれはぜひみんなに体験してほしいですね。一人でやるよりも今回のエイブさんみたいにオフ会でみんなでやるとか、そういうの面白いかなって思うので、私もなんかいつかこういうイベントやりたいなってちょっと思いました。今回は 2D で、さらに本当はね 3D も用意されるはずだったんですけど、ちょっと今日はシステムのちょっとエラーで見れませんでした。いつか見たいです。終わってからなんですけど、 3D の動画をいただきました。こちらはエイブさんのショップらしいです。こうやって普通に道の上に3DAR を置いてるんですけど、こういった感じで中にも入れるそうです。でね、外見るとほらちゃんと車あるでしょ。こういった形で 3D 置けるそうです。ということで今回の AR イベントもすっごい楽しみました。皆さんもぜひ AR のイベントをもし次あったら告知するので、みんなも体験してみてください。ということで今回の動画は以上になります。
今後も NFT×○○ といった情報をお届けするので、ぜひ今後もチェックしてください。ということで、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。今回この自分の持ってる NFT がAR イベントとしてこうやって大きくドドーンって表示されてると思うんですけども、こういうオフ会参加してみていかがですか？初めての参加ですごいどうなるかなって不安もあったんですけど、自分で携帯見ながら AR のイベントできるとすごいワクワクして楽しいなと思います。ありがとうございます。